もしかしたら隣にあったプリンを食べている僕もいたかもしれないですね。で、それがいたはずなんで、そういう宇宙もあるんです。こんにちは、牧野内です。今回またしましたフラワーオブライフという本がですね、 Amazon 新着ランキング1位になりました。本当にありがとうございます。この本を読んでくださった方、そしてクラブの方向けにちょっと何かお礼というか、何かお話ができないかなということでですね、今回パラレルシフトとは何かということについて話していきたいと思います。これを何ていうのかな、知識みたいな情報としてお渡しするっていうよりは、まあ、一緒に取り組んでいきながらですね、感性の部分で伝わることを意図しながらですね、いくつかのキーワードっていうのを紹介していきたいなと思っています。でそれで探求していきたいと思っています。であなたが何かを願うとき、世界に何らかの新しい変化っていうのを望むときによく誰かが言いますよね。どういうことを言うかっていうと、現実をよく見ろよ、もっとよく現実的に考えろよ、そんな言葉って聞いたことはあると思うんですよ。じゃあその現実とは何かっていうことなんですけれども、この現実、この世界、この宇宙っていうのを英語でユニバースって言いますよね。ただ最近はちょっと変わってきていて、このことをマルチバースというふうになってきています。ユニっていうのは一つっていう意味ですよね。マルチっていうのは複数という意味があります。いくつもの可能性の世界が この宇宙に存在しているっていうことなんですね。これどういうことかっていうと、昔よく SF なんかであったパラレルワールドってやつですよね。でそのパラレルワールドをシフトする、シフトっていうのは移動って言ったらいいですかね、まあ、移行するって言った方が感覚としては近いかもしれないですけれども、そういったことがこれからですねパラレルシフトということで喋っていきたいと思ってるんですけれども、一瞬で次元が変わるってことなんです。一瞬で世界が変わるっていうことなんですね。実はこの世界っていうのは、まあ、なんとなくこの世界がここに時間の流れとして滑らかにつながっているように見えるかもしれないんですけど、実はこの世界っていうのはパラパラ漫画のようなものなんですよね。このパラパラ漫画っていうのはどういうことかっていうと、この世界がそのまま時間が滑らかにつながっているっていうよりは、一コマ一コマがあるわけなんですよね。で1ページ1ページが違う宇宙になっているわけなんですね。じゃあその厚さ、その秒数というか時間の長さがどれぐらいかっていうと、これはまあ諸説ありますけれども、 5×10⁴⁴乗というふうに言われています。そのマイナス44乗秒ですね。最近の研究ではこれ17乗かもしれないみたいなこといろいろ言われたりしてますけど、まあ、どちらにしろこの 0.00000 って続く 0.005 秒みたいな感じなんですよね。つまりこの時間っていうのは、まあ、こうやって喋ってる間もどれぐらい時間が過ぎましたでしょうか、何分か過ぎてるわけなんですけど、この時間っていうのは滑らかにつながっているわけではなくて、この映像も含めてそうなんですけど、この映像も一コマ一コマ停止してる写真をいくつも重ねて表現してるわけなんですよね、まあ、パラパラ漫画と同じような要領なんです。そういうふうに全く別の宇宙がいくつもいくつも重なり合ってこの宇宙ができているというようなことも分かってきています。時間っていうのは実はつながっていなくてですね、ぶつ切りになっているんですね、まあ、そういうふうにはあんまり感じないかもしれないんですけど、じゃあそうやって、パラレルワールド、パラレルシフトみたいなことを考えていくとどういうふうになるかっていうと、例えばですね、ありとあらゆる可能性があるわけですから、朝僕はヨーグルトを食べたわけなんですけど、朝起きてですね、冷蔵庫を開けてなんかないかなって見てですね、ヨーグルトを一つ食べたわけなんです。もしかしたら隣にあったプリンを食べている僕もいたからもしれないんですね。でそれがいたはずなんです。そういう宇宙もあるんです。 if ということなんですね。もしもということです。20年前ぐらいだったと思いますけど、 IF っていうドラマ、あったのをね、見たことがある方もいるかもしれませんね。タモリさんがやってたドラマなんですけど、あれっていうのもドラマの中で、主人公がですね、まあ、主人公毎回違うわけなんですけど、人生の岐路で、まあ、何気ない選択であったりだとか大きな選択でどっちを選んだら、こっち A を選んだバージョンと B を選んだバージョンのストーリーが同じ話の中で
一つの物語じゃなくて二つの物語をやるっていう設定だったんですけれども、そのまさに if っていうのが無限にあるわけなんですね。ぜひこのコメント欄で自分が〇〇だったらっていうのをイメージしてほしいんですよね。この〇〇っていうのはもうパッと思いついたことで構いません。例えば性別が違ったら人生って大きく変わると思いませんか？あとは職業、まあ、職業はここに選びますけれども、生まれた場所とか、そういった自分の選んでないものでもそうです。まあ、朝ヨーグルトを食べた時とプリンを食べた時でそんなに一日の流れ変わらないかもしれないですけど、もしかしたら変わる場合もありますよね。もし何々だったら、人生でまあいくつかの学校選びだとか、あと会社選んだりだとか、大きな選択っていうのはあると思うんですよね。で、あの時もしこっちを選んでいたらっていうこともあるかもしれないし、自分が選んでないことであったとしても、こういう生まれだったらだとか、生まれた時にこういうもっとなんか違ってたら、性別が違ってたらとかいうふうに想像することができると思うんですよね。パッと思いつく if っていうのをちょっとコメント欄に書き込んでほしいなと思います。で、ここからが大事なんですけど、それらのイメージっていうのは、まあ、現実と照らし合わせてですね、想像にしか過ぎないじゃないですか。頭の中で妄想しているようなものじゃないですか。イメージですよね。で、現実ではない夢みたいなものじゃないですか。で、パッと思いつくものをコメントしておいていただくと、まあ、この後の話ですね、これ実際にしておくと、この後で話していく、まあ、ちょっとしたストレッチみたいなものにつながってくるわけなんですけど、このポイントっていうのは、それがどんなに妄想のようなものだとしても、妄想のように思えるようなことだとしても、実は全て現実として存在しているっていうことなんですね。ただ見えないんですけどね、見えないし感じないし触れられないんだけれども、あらゆる可能性がここに存在していて、それぞれ別の宇宙として、見えないだけで別の宇宙として存在しているっていうのが最近の宇宙論に、あるわけなんです。じゃあ僕たちは何かってことなんですね。僕たちは何かっていうと、時空の旅人なんですよ。実はこうやって時間が変わっていくことも、まあ、先ほどの話のようにですね、この世界はパラパラ漫画ですから、ほんの一瞬刹那の連続になってるわけなんですね。それぞれ、そして別の宇宙、ありとあらゆる可能性がある宇宙の中の、まあ、1ページになっているわけなんですね。で、僕らはそれをここに連続でパラパラ漫画のように見てるから、ストーリーが展開していくっていうふうになってるわけなんです。僕たちは無数の宇宙をシフトしながら旅をしています。実はすでにパラレルシフトをしているわけなんですね。パラレルシフトの仕方みたいな話をしてもですね、もうすでにもう無数の宇宙を旅しているってことなんです。まあ、ピンとこないかもしれないんですけど、ピンとこなくてもそういう考え方もあるっていうことなんですね。で、その、まあ、時空の旅人としての旅にの中にはですね、前の宇宙と先の宇宙っていうのがあるわけなんですけど、今の宇宙、前の宇宙と今の宇宙と先の宇宙、まあ、過去現在未来みたいな感じになるわけなんですけど、この間っていうのは実は関係性がないんですね。当然こんな流れになるよねっていう関連付けはあるんですけれども、それは僕らの中の、まあ、思い込みみたいなようなものでですね、まあ、その信念みたいなものでですね、因果関係、まあ、確かにそうなるよねっていうのも連続でやってきてると思うんですけども、でも実はそれぞれの宇宙には関係が一切ないっていうことなんですね。一切関係ないってことなんです。今幸せかどうかっていうことと過去の出来事のつながりっていうのは実はないわけなんです。逆に言えばですよ、反対に言うと、今不幸であるっていうことは過去の出来事のせいではないわけなんです。過去こうだったからとか、現在、過去こうだったからこういうこと、出来事が起きたから現在こんなことが起きている、今目の前にこういうことが起きているっていうふうに考えるかもしれないんですけれども、実は関係がない。親がこうだったからとか、まあ、生まれた場所がこうだったとか、こんな辛い出来事があったからだとか、まあ、なんかここにそれ別にポジティブなことでもネガティブなことでも望ましいことでも、変えたような現実だったとしてもですね、今目の前でそうなっていることの理由っていうのは、僕らやっぱり納得できる理由を持っているんですよね。
その必然性といいますか理由、その結びつけっていうのは絶対的に存在していると思い込んでいるんですけれども、それは本当ですかっていうことなんです。 if もしも何々だったらっていう現、そういう世界が現実にあるっていうこと、そして過去現在未来っていうのは一見まあなんかここに辻褄があってですね、つながっているように思えるかもしれないですけれども、実は関係がなくて自由に選ぶことができるっていうことがまずパラレルシフトのポイントとなっているわけなんですね。じゃあ、ここでですね、新しい現実を創造していくっていうこと、創造性クリエイティビティのついての話なんですけれども、これっていうのはゼロから作るものではないわけなんですね。ある宇宙とまた別のある宇宙を結びつけるっていうことなんですよ。つなげるっていうことなんですよね。まあ、有名な話としては、まあ、いろんなこうに発見っていうのは世の中にあってですね、例えばですね、まあ、物理学者のファインマン博士の話ですけれども、これすごく有名な話なんですけど、電子の動きをですね、原子の周りの電子の動きをですね研究している時のエピソードとして有名なものが、たまたま街の中で皿回しをしている人がいたんですよ、パフォーマンスとして。でそれを見て、でさっと、メモ帳かなんかにね、その皿回しの回転のその回転の軌道の計算式をパラパラっとここに書いたわけなんですよ。でそこにサラサラっと書いたものが、実はそれをもとに、あ、電子の動きってこういうふうに計算すればいいじゃないかっていう、全く関係のない話から新しいすごい発見っていうのが生まれたわけなんですよね。電子の動きの大発見になったわけなんです。どういうことかというと、一見関係のないと思っていた現実と新しい現実をつなげるっていうことが創造っていうことなんですよ。でここまで来て、じゃあどうすればいいかっていう話になってくるわけじゃないですか。でここの部分を腑に落ちるために、まあ、そうは見えない、そういうふうに見せないようないろいろなからくりがあるわけなんですけど、そこをすり抜けながら、これからも探求していって、ちょっと続きの話にしていきたいと思っています。今日のキーワードっていうのは if ということでした。また続き、ありますので、第2話の方もですね見ていただければと思います。ということで、また。